皆さんこんにちは、北村光と申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですが、今回は2024年の日本のテレビはどうなるのかというのを占ってみようかと思っています。まあ、というのもね、まあ最近、まあ日テレ系のドラマの、あの去年放送してたセクシー田中さん の原作者が、ね、自ら命を落とされました。まあその脚本によるトラブルとかもあったり、まあ最後のね2話ぐらいはなんか本人、原作者の人がね、あの脚本を担当したけど、まあちょっといろいろあったらみたいで、まあもともとなんかアニメの、あの漫画のあのが原作だったドラマ、それをドラマ化したもので、なんか結構人気だったみたいなんですけどね。でまあね、日テレもねちょっといろいろ、去年もあのグループ会社が着服したりしてたし、まあね今ね視聴率もね全体的にどの局もね低下してますからね。だからちょっと2024年テレビどうなるのかっていうのをちょっと見ていこうかなと思っています。まあこれはちょっと漠然としますからね。まあね、まあ北村もそんなにテレビ見ないんですけど、まあニュースとかは見れますけどね。まあなんか YouTube やっぱり見るがあるからね、皆さんやっぱり若い人とかやっぱり YouTube の方とか、あとまあ TikTok とかそういうところ SNS とかの方にね、あの意識をね向ける方とかがね増えてきてるんじゃないのかなっていうのが出てますけどね。まあね、せっかくヒットしたドラマなのにね、ちょっといろいろトラブル、まあそれも SNS とかでねいろいろあったみたいなんですけどね。まあ人によってはちょっと日テレの対応が人ごとだとかっていう意見もいっぱいあるらしいですけど、まあどうなんでしょうかね。まあだからね、あの芸能人の人とかも結構もう YouTube の方にね、あの回ってますからね。まあ、YouTube だったらね、なんかいつでも見れますし、まあライブ配信とかだったらその日じゃないとちょっとアーカイブしてなかったら、その日限りになっちゃうけど、まあ、あの全部含みます。あのキー局とかもローカル局も含みますんで、ちょっと見てみますね。なんかね、これから見るとね、悪くはねならないんだけど、なんかちょっとね体制が変わりそうな感じがする。なんか改革的なことが起こりそうなことがあるかな。なんか今はね、あの結構吊るし人の逆位置が出てるんですよね。だから結構あのもう耐えられないとか試練を克服できない、まあカルマカードだから、これだから今までのね、だからコンプライアンスとかいろいろとね、あのテレビのねまあちょっと上からのね態度、そういうのがね今となって結構ね降りかかってきてるって言われてる。まあ結構ね上からなんでしょう、なんかテレビ会社って。だからそういうのがね結構、まあやらせ的なものとかそういうのもね今結構暴露されてきてるっていうのが出てる。まああのテレビ側はねもっとね番組をね、あのいい番組したいというのもある、作る気持ちはあるんだけど、結構コンプライアンスがね今厳しくなってるからね、それがねあのキーとなってる。だからそれによってね、なんか納得のいくね番組が作れないっていうのが出てるかな。だからこれはね結構嘘とか真実が明らかに消えて、やらせとかっていう意味のカードでもあるからね。まあでもやっぱりね、あの日本人、まあねやっぱりテレビはね結構ね
大好きな人も結構いますからね。テレビによってね結構影響を受けるっていう人も結構いますからね。だってそのね、例えばダイエットとかでもテレビのねこれがいいって言ったら結構次の日とかねなくなっちゃいますからね。そのまあでもやっぱりね、でも将来的にはね、マジさんが出てるのと、エンプレスが出てるからね、これはね豊穣とか豊かさとかっていう、まあなんかいい番組をね作ろうというなんか気持ちには変わるような感じはしますよ今年。まあそれによってはね、なんかやっぱりねそういう真実をねやっぱりはっきりさせなきゃいけないっていうのが出てる。というのもだから悪魔が出てるからな、だから周囲的のだから拘束をね、誘惑とか拘束とかそういうのをね執着をね断ち切らなきゃいけないっていうのが出てる。だから古い考えをやっぱり捨てていかなければテレビ業界良くならないよって言われてるかな。だって新しい始まりのカードも旅立ちのカードも出てるからね、あと戦車のカードも出てるからね、だからちょっと世代交代しなきゃいけないかなっていうのが出てるかな。あとそれでね今までのね古いしきたりとかをねやっぱりね変えていくためにはねいろいろとね立て直しをしなきゃいけないっていうのが出てる。だから今もう結構ね瀬戸際なんですよ。だから今結構煮詰まってる感じはしますよ。だから今回のことでもね結構それによってね改革すると思いますよきっと。だから若手が結構ね意見言い合える、2024年になりそうな感じはするけどね。まあちょっと全体的に見てるからね、どのキーとかもちょっと個性があるからちょっと漠然とはしてしまいますけどね。まあだからいろいろなねまあある意味チェンジかもしれない。まあ某ね芸人さんも今スキャンダルで結構大変な目に遭っててね、番組もね出演しなくなりましたしね。じゃあ次はちょっとルノルマンカードでテレビの2024年をちょっと占って終わりにしようかなと思っています。まあこれもねどんな感じに出るでしょうか。ネズミが出てるな。ああやっぱりちょっと転換期かもしれない。なんかやっぱりね転換期だわ。やっぱりね家のカードとネズミが出てるからね、やっぱり古いしきたりをね変えられないっていうのが出てる。過去にはなんかネズミがあるからね、ケチとかちょっと詐欺とかそういうやらせとかっていう意味のカードが出てる。そういうので結構テレビ業界を盛り上げていってたっていうのが出てる。でも今はね違うんです。だから時間のカードが出てるからね結構迫ってる時なんです。それはね分かれ道があるんですよね。だからどの方向へ行こうというのが、だから古いまま体制を古いままで貫くのか、それともちょっと生まれ変わったテレビ局を、だから何かを崩壊してまで何か新しい、信用その視聴者に信用をどのくらい与えるのかっていうので、結構分かれ道みたいな感じですよ今。だから結構切羽詰まってるような感じがする。でもそれがプレッシャーなんだけど、結局はねコウノトリが出てるからね、結構変化っていうのがこれ変化いい変化っていう意味でもあるんですよね。だから、いいと思います。だからちょっと今がねチャンスだと思いますよ結構。全体的にね。そのねニュースだけになるっていう説もあるかもしれないけれども、それはね今のとこまだ2024年は大丈夫だと思う。だからちょっとね大変かもしれないけど、いろいろなアイデアが生み出す
チャンスの年だと思うんで、まあね、テレビ業界の方がもし見てたらね、これをね機にね、いろいろと新しい意見を出し合ってみてはいかがでしょうか。うん、まあね、大丈夫だとは思うんですけどね。まあ今日はこんな感じでね、終わりたいと思います。まああくまでご参考までにお願いいたします。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。